それではこれは全部の主婦に言える全ての主婦に対する、えー、その他のグループということになってこれはすての手具で使えます特に一番、えー、ミスが多いのはこの一番下に書いてあるこの不安定な主婦の使い方これは体の一部分で不安定になる操作がありますがとても間違えやすいので。 これを演技の中でお見せしたいと思います。不安定なバランスのシグ操作をご覧いただきます。体の一部の上に乗せて何度を行います。これが不安定なバランスで挟んではいけません。はい、また足の裏にも乗せることができます。難しいですが、ご覧ください。 足の裏に乗せます不安定なバランスだということがよくお分かりになると思いますまたこのような座の運動でも乗せることができますが挟んではいけませんよくクラブなどを首に 乗せるということをやりますが、これも乗せてください。挟んではいけません。乗せるということが大切です。不安定な主具というのは、基本的には絶対に挟んではいけないということです。例外はいくあります。 不安定なバランスではないダメというようなシグ操作をご覧いただきますこれはダメです挟んでいますお腹と足で挟んでいますので不安定なように見えますがこれは不安定なバランスにはなりませんまた先ほどご覧いただいたのと同じようなバランスですがこれも挟んでいます頭と足でしっかり挟んでいますので これは不安定なバランスではありません。